竹内さんも栗山様に感謝のお言葉を。栗山様に。様とかはいいよ。おくり様にね。うんうんうん。まだ荒っぽかった時代の。プリリーダー。すげえ。初何分の1っすよ。3人いて3人が6人はもうバカだよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やってきましたね今日も。そうですね。ね。はい。はい。いつもの、うん、ビッグパンドラ浅草先生さんに。はい、まあちょっと 朝なんで少し甘噛みしましたけど、はい、ぐにゃぐにゃってなってぐにゃぐにゃってなってますけども、はい、今日もやっていきましょうか。大丈夫口、もう気合入ってますよ今日は。今日もやっていきましょう。はい、はい、今日は、うん、まあ一応週末なんで、はいはい、まあ、結構お客さん多いんですけれども、うん、まあその中で、うん、まあ、どうやってこう頑張って勝っていこうかなっていうのをちょっと今考えてるところで、うん、はい、いや そもっとあるでしょ他に。なんかありましたっけ。ないないんじゃないですか。ないの、まあ、いつも通りちょっとやっていきましょう。はい、じゃあ行きますか。何打つか決まってんの。いやまあ一応北斗打ちたいなと思ってて、うん、はいはい、まあ、一応朝北斗は取れたんで、うん、はい、北斗さっき打ってる。いやめちゃくちゃ打ってます。どう勝率は。勝率は悪いです。あ悪い。はい、そっか。目標ある。なんか目標ですか、うん、まあ、目標はやっぱり昇天じゃないですか。昇天、うん、していく。はい。あやってないのまだ。いややりましたけど。あ、やったの。やりましたけど、それはいつだって打つからには焦点を、はいはい、やっぱラオウを天に返すっていうのが目標ですから。そうだね、その台のコンセプト的にも。ちょっと一回ですか、うん、入ってこいよ。入ってこいって。打ち合わせと全然違うじゃん。あっ、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 あれ、おおおお見た時ね、動き。あっ、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 あれ、おおおお見た時ね、動き。あんちゃんやってる。あんちゃんやってる。あんちゃんやってますよ。どうも、クリでございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや長い話してんなと思って。いや一応ほらさ、なんか打ち合わせ的には俺らが言うから、はい、おー早く呼べよって言 うっていう流れ。結構引っ張るの大変だったよ今。なんかどうしようかなと思って。いやなんかずいぶん浅草の街でもこうやって眺めてんなと思ってたんだけど。いつ入ろうかな。いや改めて、いや、はい、うん、いい街ですよ。いやいいですよね。やっぱりこう浅草キット見た後ですし。あ、はい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 、見ました、うん、見た、ね、よかったですよね。よかった。たけしさんのびっくりしたよね、はい、あのニプリが。ニプリが。ニプリ、うん、あー、たけしさんのね。あー、ニプリね。いや、ニプリっていう人いないですよ。似てるっぷりでいいや。そこ略したら意味わかんなくなる。お値段以上かなってなっちゃうから。はい、そんなとこでパチンコ打てるなんてもう最高でございますよ。いや、本当ですよ。はい、そして、はい、我が番組初のゲストとして、はい、今回栗山様にお越しいただいておりますので。いや、これはもう僕も番組のことはもちろん知ってます。竹内さんのことも僕は深い関係もあるし、そう、実は付き合い長いトライアングルなんで、3人でもずっと一緒に番組作ってたんで昔。そうなんですよ、はいはい、まあ、それはまあおいおい喋るとしても、しても、はい、もうなんで急にゲスト呼んでいただけたんですか。一回ね、おもてなししたいと思ってたんですよ。おもてなし、お、なんでですか。おもてなし。おもてなし、はい、いやいや全然全然そんな、だっていつもお世話になってますし。いやお世話になってるのはこっちの方なんですよ。何がですか。まあ一応我々あの別のチャンネルで一緒に番組もやらせていただいてて、はいはいはい、まああのある意味僕のパパなんですね。ああ、まあそういうことね、はい、なるほど。養っていただいてるんです。それはもうすごい養ってますね。そうですよね。まあ視聴本でやってるね。そうそうそう、ゼニバカっていう番組あるんですけど、はい、まあ、僕がプラス2万、まあ、4000枚ぐらいかな今現在。さすがよっ、栗山どうぞ。日本一のパチローチ。マイナス5000枚を超えたのかな、わかんないですけど。いや、まだ5000枚超えてない。でもそんぐらいだな。4900枚ぐらい。サマイすごいことなってる。サマイでもう、うん、まあ一応その番組も乗り打ちっていう。そう、乗り打ちでやらせて、はい、手でやらせていただいてますから。しかもその勝ち分、はい、負け分によってギャラが変動するんですよ。そうそう、あ、なるほど。だからもう倍ぐらいの差があるんですよ。まあそう、そういう手でやらせていただいてるんですけど。だからもう本当にすみません、手ではありませんでした。いつもいただいてます。だから、はい、そういうことを言われたら俺もおもてなししてよって思いますわ。本当ですか。確かに。はい、で今回は、うん、私のおもてなしということで、栗さんには心よりパツロを楽しんでいただきたい、はい、なので、まあ、栗さんの、実践にかかるお金、うん、今回は当番組で負担させていただきます。本当に。はい、おーすげー。好きな台を好きなだけ。まあまあ太っ腹っすよそれ。いやいや、もうそれも全部持つってこと。はい、我々で。ちょっと待って、何我々って。え、
竹内さんと安捨てで持つって形になるので、話が全然多い人違うじゃん、聞いてないっぽいですよ、いや安捨てで、だって竹内さんも、うん、クリさんには相当お世話になってきたでしょ、あんまなってないなんだろう一緒に仕事番組やってる時あのね、ガスとかどっか行った時に、ね、2700円のうなぎ俺が強引に頼んだじゃん、辰巳の経費頼んだ、あれみんなはやめろってたけど、いやクリさんのおかげでうなぎ食えたってすげえ後で言われたから、そう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 、うなぎ食ってねえもん、クリクリさんあの強引さやっぱ良かったよそう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 、俺は食ってねえんだから、あの時世話したよねえクリさんがなかったら、うん、あの要は番組もなかったわけだから、そうね、確かにそりゃそう、そうね、そうね、そりゃそうですね、うん、じゃあ持ちます、はい、いや俺はマジでどっちでもいいですけど、そうだよ、ね、申し訳ないけど、いやいや全然全然、え、ちょっと待って、俺何にもないじゃん、あらさんは、はいはいはい、ストップ、はいはいはい、なんだよ、なんかここには一つ、うん、鍵となる点がありまし て、うん、言ってクリさんがもう叱ったら、はい、別にそのまんまだから、クリさんが万が一だよ、ね、うん、あの史上最強日本一のスロッターであるクリさんが負けちゃった場合は俺たちが投資分を受けて出せた場合はって、負けた分、勝ったら勝った分はもったい帰れる、もちろんもちろんもちろん、あ、その場合は我々投資は出さない、出さなくて済む、はいはいはい、でクリさんが負けることなんて万が一にもないんで、あ、じゃあそうだね、はい、そしたら気持ちよく投資分出すって言っといた方が男気がある、男気は、まあ、確かにある、だから今のシーンは丸々カットして、まあ、そうですね、男気は感じられます、ね、でもちょっと一応さ裏でさ、なんか俺にも得あることやっといてよ、ああ考えときます、うん、ここは使わないけど普通に相談として、これ嵐さんはね普通に打つんですか、いや僕は打ちますよ、だから俺と乗らせてあげますよ、なんで乗らせてあげるって、ちょっと待って、それはね投資分も含め全部含めて全乗り、だって俺損しかなくない、いや勝つからあ、そだから噂によると、うん、クリさんまだ焦点がないですないみたいなんで、あ、そうなんだ、今回はこの番組いつも派手さがなくて困ってるんですよ、はい、だからアベック焦点で、あ、それは派手です、ね、派手だからサムネで2人ともこうやって2人ともラオウと一緒に焦点してる、いいじゃないですか、撮っときます、うん、せーの、あ、いいんじゃんいいんじゃんいいんじゃん、焦点ってこんな方法明日に向かって打て F。 じゃあ栗山様、はい、心ゆくまで楽しんでいただければと思いますんで、すみません、そんな早く当ててね栗さん、はい、俺だって勝ちたいですもん、だって負けたらだって別に何もなくお金くださいよ負けたらお金、負けたら、あ、負けたらお金って、あ、そうだ、負けたらお金って、あ、そうでした、ありがとうございます、本当にいいですね、俺本当に使えますよ、遠慮なく、もともとクリさんのお金っていう説もあるからね、これはいやいや、そんなのはでもさ、しょうがないことや、いや、それはしょうがないんだけど、でもまあ、俺はこれはもう遠慮なく使わせてもらいますよ、いやもう本当に、はい、竹内さんありがとうございます、いや、うん、な竹内さんも栗山様に感謝のお言葉を、いやいや、その栗山様様とかいいよ、そんなお栗様にね、そう、栗様のおかげで、いやいや、逆にバカにされてる感じしてたよこの世界は栗様のおかげで回ってますから、俺いなくても言う2日何一つ変わらねえよいや、そんなことない、そんな卑下することないし、いや、変わらないだろでも実際に栗さんはやるときはすげえ引き見せるからね、はい、そうですね、うん、嵐さんは昔からあんま見た、本当にこのネタじゃなくてさ、これネタっぽくなるのが嫌なのよ嵐さん負けてるよねみたいな、はいはいはい、じゃなくてマジでないじゃんいやいや、そんなことはないですよ僕だって生きていけないですよ、全国外、おお、さすが栗山さん、赤ランプです、やっちゃおう、やっちゃおう、さすが、やっちゃってください、いや、これは本前兆スタートとかないかな、いや、それが一番ありがたい、もう最高ですよ、ありがたいです、まだ当たんないですか、まだ当たんないですか、そんなにさそんなにカツカツならやめろこの企画危ないって、そんな俺嫌だよ、やりねえよ無理して、いや、嵐さんはまださ、うん、働いてるからだけど、竹内さんってもう2年くらい仕事してるから、いや、まあまあまだ無職の延長線上みたいな生活してるからそれは知ってるから、なんかその話はしたことあるか、あ、いやあ、そうよ、あ、おお、栗山様、栗山様、栗山様、あ、栗山様、リプレイいらないです今、いや、落ちてなきゃいいけど一発で、いや、落ちてないでしょう、
大丈夫です。いや栗山様に転落という言葉は似合いませんから。本当にそれです。いやいやいや、人生上り調子。人生転落しかないですよ。なんて、まあ、転落って別に上にいたことはないから分かんないけど。まあそうなんですけど。どんどん暗くなるだよ。いやそんな暗くはなってないですよ。なってない？いやこれやばいって、ほらもう落ちたよこれ。いやいや栗山さんまだ早いですよ。まあ。まあ、でも焦点っていうね目標が、いやだから焦点のおかしいのイントネーションが、あ焦点ね、うん、焦点はあれだよお前シュプテさんのやつだよ。そうそうそう、あの座布団持ってきちゃうから。あそうなの、前回も同じ浅草だし、焦点ね、焦点、焦点 V ストックだ。 V ストックですね。我々もあれやりましょう。演出的にはもう僕ら落ちててもおかしくない。あリプレイ 2,3 回引いちゃった、はいですからね、もう何も起きない。いや敬語とか使わなくていいですよ。普通でいいですよ。そうだね、普通に接して。あれだって竹内さんって年上？全然年上だよ。あそっか、まあでもほら年齢じゃないから、まあ仕事2年してなかったやつは下だよな。そう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 、世間的に下だよ。世間的に下なんだもん。それはグーの根も出ない。そうだよ。一応ね年齢でいうと竹内さんが俺の1個上。ああそっかそっかそっか。栗さんが俺の2個下だっけ3個下だっけ。56年。あ2個下だね。ああ俺の3つ下だね。そうそうそう、はいはいはい、だからこの世界が中学校だったらもう絶対的権力者だから。いや中学校だったらマジで怖い。でもよく竹内さん結局俺で、うん、こうやって嵐さんと仕事するようになったじゃないですか2年ぶりに、はいはいはい、パチスローはいいなと思い出したんですか。ちょっとね思ってんだよね、うん、あちょっと思ってきた、うん、ああ、なるほど。朝ねうち行こうか迷う感じになってきた。なんかねおろすごい、なんか僕ね、うん、でも俺竹内さんがダメとも思わないんですよ。はいはいはい、これリアルだと思うんですよこれが。あまあ確かにね、あの時期にはいはいはい、うん、パチスロ嫌になって、うん、あの嘘くせえこのシステムに信じらんねえって言ってないじゃん。いや俺がそうだったからまあ、ね、でも仕事上俺は言えないこともあって。なるほどね、うん、言ってたけど。まあ言ってたね。クリさんは本当自分に素直な人間だから。僕はパチスロが嫌になったわけじゃなくて嘘くさいのが嫌なんですよ。はい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 、はい、でもまあどん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 それがなんとなく排除されてきてさ。そうだね、今はまあ面白いと思って打つことはほんちゃんと多いから。そうだからある日を境にね、うん、まああの辺りかな、なんかゼーガペイあたりからクリさんがちょっとね、ゼーガペイは俺もそう、まあ、リアルボーナスがあってね、そう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 、パチスロ打ってんじゃんっていう気持ちになって、あの辺りからちょっと表情が明るくなってきたから。その頃が本当にパチンコ打ってたもん僕。そうだね、うん、うん、だからそういう意味ではやっぱいい時代になりつつあるなってすごい感じる。カバネリがね、うそくさい動画じゃなくて普通に面白くなった、はい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 、カバネリはそうだね、 6.5 でやっぱり救ってくれましたよね。あレア落ちてますね。あら強水か。さっさと当ててくれて。さっさと当ててくれて。そうね。まあでも俺はね正直やっぱ今日栗さんが昇天して楽しかったって笑顔になってくれるのが一番の喜びだから。僕はあの無双転生バトルで19連、うん、無双転生行かずに19連もやってるんですよ。ああ19連病にかかるとね。そう俺も19連病やばいよね。俺初代の時1年半その病治んなかったから。かる初代の時も多かったよね。多かった多かった。で19の時勝とうが負けようが豪勝するでしょ。いや豪勝する。おそれだからあの女性がさ、うん、もう抱かれる気満々だけどとりあえず嫌っていうのと一緒だから。ああまあ確かに確かに。とりあえず交渉は出してくる。交渉は出すね。もう20に昇天するの分かってても。うん、そうあれ良くないよな。お天国行ったね。だいやまだ分かんないけど一応え。変わってよ。あはい。いやいいの。いやもちろんですよそれは。天国だけやりたい。いやもう絶対家族人質取られてるからね。その感じもう。一応強水回引いた後にチャンスルーム引いてるからこれ当たってる可能性もゼロじゃない。当てちゃおう。おお栗山様。ああ。おしゃれですね左から行くと。結構好きなんですよ。わかるわかる。竹内さん今回中段じゃなくても、うん、中段チリになるんですよ。え？フラッグが2個あって左から押すと。そうなんです。ああなるほど。だから意外と楽しめるんですよ。あじゃあドキドキできるってことね。そうなんですよ。やっぱおしゃれっすね本当。いらんってそれ気持ち悪い。なんですか。俺はあの正直な気持ちで接してるだけなんで。バカにしてる感じしますよ。バカにしてる。いやバカに。クリさんをバカにできる人間などこの世に存在せぬ。
プしてるな感じ。仕事行かさないよ。で仕事行かさないって言ったらマジで怒るんですよ。何仕事行かさない。この間温泉行ったんですよ一緒に、うん、麻雀しに、うん、麻雀たくついてる温泉宿行こうって言って、うん、行ってで楽しかったから次また行こうって言ったら、うん、なんか仕事忙しいからとかダダこれ出してダダこれ出してる、ね、いやどっちがダダこれ出してる。箱根からじゃあ仕事行けやってなって、うん、みんなで温泉の方が大事だろうって言って、うん、箱根から仕事行ったっていいだろうって言ったら、いや俺仕事はふざけてやりたくねえんだよって切り出して、うどん屋でうどん屋で急に切り出してで俺らもうもういやあのね、うんいくら栗山さんの通りこれ言わせてもらいますけど、箱根から仕事行けって言われて切れないやついないですよ。箱根から千葉行かなきゃいけないですよ仕事で。いや俺らもついてグッズってんの。いや来ねえだろ絶対。あおいいよ適当に行けよみたいな。お俺らの4人分のステーター用意しとけって言ったもん。そんなもんねえからすごい遊びしてる。いやなんかみんなが駅まで車で送りますからとか言って絶対俺タクシーで行く羽目なんですよ。めんどくせえから行ってみたいな。まだいたのとか言われてもう目に浮かぶんでその光景が。でもさ僕らの独房機でパチスロハマった人たちいっぱいいるじゃん。はい。そこの差をもうちょっと設けて、うん、スイカとか数えたり、まあ、数えてくれてもいいんだけどパッチで勝手に、はい、あれの設定推測の楽しさを今の人たちに教えるっていうかやってもらうっていうのも俺はメーカー考えるべきだと思うよ、はいはいはい、最近なさすぎない。ああまあまあ確かに、まあ、作りづらいんかと思うけど、はい、あれが楽しくてや俺エヴァとかあの時にパッチで始めた人は、まあうんうん、あれが楽しくてなんかハマってってたよ。まあ確かにベル数えるのが楽しくて、そう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 、結局ああいう楽しさもあるじゃない、まあ、一応ね北斗は言うてスイカと中段チェリーは設定差あるけど、うん、もっとでかい差が欲しいってことね。そうだね、分かりやすくなんか、はいはいはい、あ地道に数えてれば設定推測が楽しいっていうのはあった、はいはい、それが答え合わせかイベントか結局そこになるのか最近は、まあまあ、だから札させてくれて答え合わせできたわけじゃないですか、昔は、ね、昔はメールが来たり、まあ、確かに、まあ、一応それを今この設定サイエンスでやってるってことだろうけどね、うん、トロフィーとか答えを出せるようになれればね、確かに答え合わせした時の気持ちすっきりするから、まあ確かに結局何だったんだろうで終わるからあれなのか。確かに昔あったもんね、うん、メールで来てね、ありましたね、やっぱり結果がの台が何だったみたいなね、え俺の構成って発表ないじゃんとかね。そう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 、確かに札持ってる店員さんの後ろずらずら人ついてってね。そうそうそう、あれもうあれほど恥じなことない今思う。めちゃくちゃ恥ずかしいわ今思ったら。よくついてたわ俺。俺もよくついてった。よくついてた。あとあのドヤ顔でこの間さ6の札刺さってさ、あのホールガセだよって言われたやつ。そう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 。えっつって。いやお前あのホールガセだよ。いや本当だよ。俺ガセのアンコウ札刺さってるメゾン一国ずっと打ってたわ。懐かしい。だからそういうの含めてお祭りだったんだよね。まあ確かに。そういうののね、嘘本当を見極めるのも楽しい遊びだったから。アンドメントだったよな、いかにそれをだから今後どうやって作っていくかですよね。確かに。でも世の中綺麗になってってますよ今、何事もダメ、何事もそう、全て綺麗にしようとしてってますから。まあね、まあ、綺麗な方がね、いい安心もあるし、いいのは分かるんだけど、どうなんでしょうねと思うよね。真面目なんて言ってるよね、まあ、やっぱ栗山様我々のことだけでなく、パツロのことだけじゃなく、やっぱ国家を憂いておられるっていうところがやっぱりスケールの違いを感じますね。国家というか寂しいんですよね僕は。あ、はい、そういうのがね。だからさ、でも映画もドラマも、うん、僕が結構そういうのが好きだから、さっき言った浅草キッドもそうだし、はいはい、最近だったらネットフリックスでサンクチュアリとか流行ったでしょ。ああやってるね、はいはいはい、とか全裸監督もそうだけど、うん、やっぱあの時代背景が面白いんですよ僕は。あ、なるほど、うんうんうん、まだ荒っぽかった時代の。フリーズいた、すげえ、初ラトンの1ですよ。まだ荒っぽかった時代の。フリーズいた、すげえ、初ラトンの1ですよ。すげえ、まだ荒っぽかった時代の。フリーズいた、すげえ、初ラトンの1ですよ。すげえ、おいおいおい、俺も初めて見た。だから全裸監督がその、いや今話すことじゃないですよ栗山さん、今話すことじゃない、いや今話してる最中だったから。いやどっち優先か分かんない。あ、まあ、じゃあ全裸監督いきましょう。え、すごいすごい、ちょうど今日で9万ゲームぐらいなんですよ。だから確率通りだったらそろそろ引けるかななんて思ってたら本当に引けました。嘘すげえ、なんかバリバリバリっつったから、バリバリバリって言って、
怒ったんかなと思って。いや俺も全裸監督脱いちゃったのかなと思って本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。やった。なんか腹立つんですよ。いやでもこれはたけしさんマジで嬉しい。あの、うん、リアルに万枚もありますから。よっしゃ行こう、マジで行こう。よし行こう。すげえ、 94% 94%、すげえ、初めて見ました。あの視聴者の皆さん、2万枚以上お世話してる僕が乗ってない時にこれやるんですよ。これ本当です。嵐さん最近何で買ったったら毎回寝台解説の一人のやつ、それだけ持ってくるの。よく俺のお金で打ってそこまで言いました。いやだって打たせてもらってるけど、これ乗ってねえんだと思って。そうだよね、不思議ですね。不思議でしょ、はい、まあでもこれはここまで来たらもう竹内さんのためにも。いやまあ確かに、そう本当それ。やっぱ竹内さん、はい、食べたいものをピックアップしておいてください。あ、そ飯まで。あ、もちろんでございますよ。いやでもマジで冗談抜けてこれでしか行かないから、万枚も5000枚も行きますよ。行こ こうあるよ。クリさんも出そう、これ同じやつ。出します出します。いやすげえロングフリだ。いや初めて見ました。すごいね。俺との番組で引かねえのな。動画的にも栗山さんもあのボトボト言ってても聞こえちゃうんですよね。嬉しいよ俺は今。いや竹内さん前夢あるよ、うん、やると思ってたんだよな。ほらまたジャギ行ったもん。これ6年うるさいな。いやだから人にさ、はい、それこそ施システムだよね。人にいいことを今日はしてくれ、僕に対してしてくれようとしたから引けたもんじゃない。いやさ、ある意味栗山様のお力で引かせていただいた。腹立つな、だんだん腹立つな、マジで。フリーズなんで本当に栗山様がいなかったら多分引けてないんで。3000枚超えたら俺本当今半電話するよ。ああ、もう今半でも何でも。さ、今半って何。あの有名なすき焼き屋ですよ。あ、浅草の。はい、もちろんもちろん俺も食いたいそれ。まあでも浅草っていっぱいありますよね、そういうの、ね、いや、あるあるある、全然ある。もう今半でも何でも言ってください、栗山様。お好きなものを今日はご馳走させていただきます。今日はフリーズ記念日なんだよ。いや、それ次第じゃないですか。僕のあと投資次第ですから。いや、全然全然。俺はもうあのこういうの引けたらもう今日は勝ちって決めてるんです。はい。ハッピー野郎だぜ、こんな。何枚出んかな。いやー、確かに。あるよ、マジで。マジであると思う。僕はないんですよ。だから、武装転生バトルは何度もあるんだけど、はい、本当に焦点がないんで。じゃあまずは栗山様に僕の連チャンでイメージを、いいイメージを抱いていただきます。いやでも永遠に焦点見せられないでもいいよ、むしろそっちがいい。あいつだけですよ、自分の欲だけで今回の番組やろうとする。あ、そういうことね。そうそうそう、焦点見せられないってそういうことね。そうそうそう、だからコンプリートまで行けって言ってるんですよ。いやコンプリート言ったら俺も乗るよ。何勝手に乗る。もちろんその時は喜び分かっちゃいましょう。本当にコンプリートご祝儀です。コンプリートで1万9000枚でしょ。1万9000枚すげえやろ。すげえやろって語彙力崩壊するのやめてください。おなんかすげえいくな。ね、行くね。悪くないじゃない。あれナビ出たか。まあ、まあ確かにそっか、ナビ出てましたね。でもね、他の演出は大した何もないんだよな。俺今10何枚あったけどおっしゃったわ。ああ、もう全然いいですよ、そんなそんなん全然いい。竹内さんでもよかったね。よかった乗るって言っといて。まだでもまだ分からんからね。大丈夫だよ、こっからが本当の勝負だから。それ俺も信じてる。これで負けんだったらダメだ。え、なんすか。これは負けない、大丈夫大丈夫大丈夫。不安になってます。彼不安になってますわ。いやいや大丈夫、すげえ顔してます。本当に俺大丈夫だと思う。不安の顔知ってるもん。俺嵐さんがそういう時本当に強いと思う。何度も何度も見てきた。確かに竹内さんの前では強いんだよな。本当に強い。まあ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 ね。これ豪勢が来たらやばい気がします。はいはい、大丈夫です。はいはいはい、これはもう大丈夫。はい、ありがとうございます。はいはい、素晴らしい。いやパンツでね、いちいち打ってたらね、持たない。そうだね。でもまあ感謝の気持ちをね。
おおおい、何があるの無双転生ボーナス、こんなとこで珍しいっすね。何も引いてないのに。まあでも普通に、うん、まあ多分一部でもらえるんでしょうけど、別にラオウの攻撃にラオウに攻撃当てたわけでもないのに出てくるのは結構珍しいと思います。これはもう単純にエクストラというか、怖いのはここで有利感切ってる可能性はゼロじゃないんですよ。あ、まあ、ただ今あれ、うん、あれさ、お、これ本店長っす、ケンシロウの強水化だね。じゃあそうなの。いや BB 濃厚なんですよ。ケンシロウのプッシュアクション、チャンス目です。栗山さん強水化の後のチャンス目ってことか。そうですね。あ、やったよかった。そんなに、そんなに投資いかず。いや、よかったです、よかった。1万9000円って。ああ、もう出て。安いもんです。ああ、だめだ。2人で割ったら9500円なんで、全然大丈夫です。確かにね。それもこっちで出せるし。そうだから、ここで、無双転生ボーナス終わった後に終わるっていう事例を結構聞く。俺もそう。ただ、昨日が据え置きだったとしても、ここでユニカン切れないと思うんで。俺もそう思う、はい。これ大丈夫ですよ。あの、無双転生ボーナス必ず切れてるわけじゃないんで。純粋なボーナスもある。純粋なボーナス、はい、これ純粋なボーナスなんで、ここであのただ84倍に戻る瞬間があるとはもともと言われてたので、まあそうですね、それがこれの可能性が高いなとは僕と原さんは言ってたんです、ね、はいはいはい。でもこれは多分84倍に戻ったから出てきた無双転生ボーナスではないと思うんで、はいはいはい、大丈夫です。青ね。OKOKOK、いいですね。番長だったら最高。栗山様に最も似合う色、爽やかな風のような青、おめでとうございます。嬉しかねえな。ありがとうございます。推測は取れずでした。一応気をつけたいね、そこね。気をつけたいですね。いや僕も終わったらそこなんで、無双転生、はいはいはい、ありますんで。あ、くじくやらないですか。くじいてる。あ、今くじいたんです。あの、こうくじくのやめた。あ、なるほど。あれはミスが多いからね。ここで、うん、ここであの一番こっちのやつで一番ビビってるの分かります。ビビってる3番目、あの弱いやつを決定的にやるっていう俺のやり方なんですけど弱いやつが腰引けた瞬間に最後そう、あ、心をくじいていく、心あの弱気をくじくっていう。そう、あのアラシステムは邪法ですけど、クリ様の王道の、はいはい、やっぱ強いやつはやる、もう弱いやつをもうプレーくじく、そうそういうくじくね。そうです、やばいやばいですね、本当に強いやつきますよ。よし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 、当たるんか。弱気をくじいて強気にこびるですから。そうです、そうです、はい、強気にこびていくのね。いざいってってこれリアクション取ってます先輩に昔殴られた時もめちゃくちゃリアクション取ったら喜んでましたもん、ね、そうやっぱすげえっすねって、いってーって重いっすね一撃がって言ったら、おお、そうか、そうです。あ、ちょっと先輩、いやいやいや、パンチっすから、はい、ほんならもう焦らず、これおわ！ちっちー。いや、まあまあその分こっちが供給しますから大丈夫です。きちっすー。やばー。パンチだったのな。ここで会っちゃいけないのが俺も終わることですよ。許されないよ。いやー、まあでもしょうがねえもんな。しょうがない。オッケー。ナイス。まあね、パンチ負け、朝一パンチ負けはちょっとね、悲しいな。嫌な気持ちになるよね。なる。なんか今日一日ダメなんじゃないかっていう気持ちになっちゃう。あ、でも第三見渡し。そう、第三で今ね。おお、おっと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 、100列。また行く ?100 列じゃないや。いや、あの、いつもこうだった。当たるの久々に見たから。これ無双転生ボーナス多分出てきますね。すごい出てくるね。めっちゃ出てくんな、フリーズだからなんかあれなんかな。ね、ユリカ切れちゃったんじゃないかって疑いたくなるぐらい、ここで出てきたらなんかちょっと、まあ、でもまあ出てきますよね。でもここで一回成功させれば94にスタッドアップしたもね、なるわけ。うん、そうそうそう。だからここは一回 V ストック取っときたいですね。そう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 。おそらくここで V ストック取ったら絶対94になってると思うんで、うん、押し切れてても、落ちてもね。そう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 。でも落ちるタイミングじゃないからな。あ、待って、なんかおかしいね。もう無理やり、あ、これか。3連発はちょっとあんまない挙動だからね。すごいね。何なんだろうね。ねえ。あ、まあ、もちろん。それはすみません。栗山様からいただいてるお金なんで。いや、そんなに、そんなことないです。あ、まあ大丈夫か。当たんなきゃ大丈夫。避けとこう。避けときましょう、ケンシロウさん。
よし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 タケさんもっと堂々とよしよし言っていいですからねあの俺のもう耳元でささやくようによしよしよしって言わなくても聞こえてた聞こえてますよし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 間に合ったっぽい。いやー微妙だよね。間に合ってるか微妙マジで微妙ただ4分の1刺してればあーでもあ早いしね移行がアビバからのラオこれ間に合ってたんじゃないかなさすがに出会ってほしいけど本当ちょっと前までね青ダイオーラとか出てたから、サクッとあ続いてるあよしよしいろおーよしよしよしおめでとうございます栗原様2万9000はい出て出て出て2900円みたいなもんです行きましょうどういうこと意味わかんないどういうこと2900円みたいなもんですよくわからんただの富豪の発言ですよ、はい、何色かああいいですね青ねまるであの海のように懐が深い栗原様のテーマからですいやもう問題ここですここで僕もここに行きたいんでいややりますやりますはいはいナイス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 いやワンチャンスイカ引いてるからいやそうですよそうですよそれもあるいやそろそろ行こう、うん、無双転生チャンスやりたい、うんまあ、バトルまで行きたいけどじゃあ嵐さんそれ伸びるよいやこれちょっと安定感出てきたねまずは平均年超えたいねなんだ平均平均は約17年ぐらいああそうなんだうんそうだろう大丈夫ですじゃあもうリンだなリンですリンじゃあいいイメージでリンリンアミバ構成ってさ今日今日いやだから1ではないですよ多分いやまあ確かにね、うん、とはいえいやいいんですよ構成って打ってあ、まあ、まだ序盤だからまだ序盤だからいやまあねあの顔見てくださいえはあ、か唇噛んでます唇噛むってああいうこと言うんだっていうぐらい久々に見ましたよ唇噛んでるいやいや全然全然希望捨ててないよ頼むねまあなんだかんだ早いよね1000もう2000枚でしょいやそうですね早い確かにやっぱ無双対戦ボーナス何回か引けてるんで順当がやっぱ多いっすよあいつもより大スター見渡しガイさん見渡しいいじゃないですかまた PB 終了後にいいとこいるのかねああこれいますいますだとしたらマジでこう、ね、高設定は全然なくはないっすよ、うんはい、あとは天国での弱水下での当たりとか通常以下での強水下の当たりとかあるといいですねそうだねはいじゃあこれまだいるわ、ね、いますいますいます多分天国スターとかじゃ2連続2連続だと思うよ朝一もだよね、うん、あそっかそうですね6じゃんもう6だ6です6ですあともう噛み合えば3人いて3人が6って言ったらもうバカだよ誰か歌おうでも天国だはいはいだから6です6です6ですでも2人揃って大勝ちやった6だよ6ですいやもうゼロではないからなそれも本当にいや本当にある、まあ、まだいそうあこれで刺しちゃうこれで刺しちゃうこれね、うん多分マジで間違いなくいるんですよこれジャギ行ったのは
二度目のチャンス。左赤ってどう、まあ、いや多分チェリーだと思う、ね、ただね中地かどうかは微妙だけど、よーっよしよし、これ当たる、栗山様これ当たる、カッセカッセ栗山、終わるの、終わるの、あんまふざけない、いやいやいや違う、ふざけないで、いやふざけてはないと、俺真剣に応援してるんですよカッセカッセ栗山やっぱまあでもそうっすよね、そう無駄がなくなるから、2人で楽しんで帰りたいんですよ本当に。だって僕がプラス行ったらこれ全部竹内さんと嵐さんと思うんですよ、ね、そうよキモキモい笑い方したな今マジでちょっと金持ちの息子が変態みたいな、ちょっと大事なとこだから笑わせないでだぞ本当に、竹内さん今のは良くない、やばいやばいやばい、だってどっちかってこっち側の人の笑い方だったもんね、キャキャキャみたいな、ちょっと集中集中集中して集中して、さすがに俺は天国はマジ間違いないと思う、いや間違いないと思います、あれは何一つ聞かずにジャギーって、はい、あれでいなかったらもうちょっとモードハムできないってことになっちゃうから、武さん、ああ当たりです、チャンス、武さんちょっと大丈夫大丈夫、いや竹内さんの笑いで笑いで、ああやばいかもこれ、やばいかもこれ、いやなんかさ嘘でしょ、本当にこういうのってさあるよね、第6巻じゃないけど本当にやばい時って分かるんですよ、なんなんすか、いやいやいや絶対大丈夫よ、あのね気の抜けたヒエーって笑いがねなんかちょっと良くなかった気がする、絶対大丈夫、アニバートやるのマジで、雲は動いてないです、立て、一応あのプッシュ押せるようにここ止めといたんで、いきます、終わった、うわマジかやっぱね、なんかああいうのってマジで、ああでもその代わりここが栗山様のターンなんだ、栗山様いっぱい出した、もうギリギリだからね、怖いじゃないですか、まあ、確かに、でも大丈夫でしょここは、あ、いったいった、はいはいはい、よかったか、さすがに天国だったね、じゃあこれで僕がだから出せば全然関係ないからね、一応ね、1ゲーム目、あのバットのセリフですけど、1ゲーム目なくはないですから、あ、そっか、はいはい、1ゲーム目ないですね、焦点してたら一応 50% ぐらいって言われてるの、焦点してたら、まあ 50% あるかどうかわかんないけど結構強いね、ね、うん、うわ、終わっちゃってるよ、いや、そうだね、まあでもまあ平均年ちょっと足りないぐらいなんで、手止めたのがもう 危ないから、まあ、確かにあそこだからね、なんかクルーと僕らって結構オカルターだからさ、でもまああの一応全力で継続抽選に挑んで落としちゃったからまあしょうがない、もうここは気持ち切り替えていきますよ、これはもう一回引こう、もう一回引け、もう一回フリーズさせないよ、いやフリーズはちょっとあれだけど、嘘転生はもう一回やろう、なんでそこだけ現実的なんだよ別に引こうでいいじゃん赤だ、ほら俺の魂ってなんだよ、俺の魂ですよ、これがリアル武装転生ですよ、どういうことだよ、これが友の無念を背負って、わかりました、わかりました、なるほどね、確かに僕が投資分、まあ約1400枚とか、分かる、はい、出せばもういいわけだから、まあでも本当にクリさんの目標に近づくオーラだよこれは、そうですね、うん、何なんですか、明日に向かって打てるいやなんか好きなの何が、竹内さんが昔やってたのよ、昔ドラマ、うん、あまあ、映画のタイトルであるけど、うん、昔アラスさんってやってたの、 F って何、 F 何、アラスさん復活の F わかんないけど、あんま意味はないです多分 F に、うん、フィーバー、あ、フィーバーなの、うっ、あ、深いな、深かったね今ね、深かった、大さん話した後でしょどうせ、深いと交渉が打ってくるんですよこいつは、ただまあ赤オーラなんで、こっちは天下無敵の赤オーラなんで、そうそう、赤オーラ2つ目、耐えろベルナビ、出ろベルナビ、いやリンが肩回して待機してます、残念単発2連2連単発2連2連だね、そりゃ勝てんよ、今467枚、はい、
いや、まあまあでも、そうね、あと1000枚のとこまでは、はい、いやーきちいきちいね、まあ、これもまた北斗ですよね。でもね、今回の北斗は特にだけど、まあオーラマジで無視でいいっすか。そうそうそう、俺だったら白が一番いいもん、本当に。でも本当に意味ないよね、前作ほど意味ないよね。いやと思います、うん、俺はそう思ってる。振り分け変わってないらしいんですけどね。いやでもね、なんかね、全然関係なくないけどな。継続率 79% 以上の時白全然あるし、はいはいはい。いやー悔しいな。ご視聴いただき本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。おお、 89? あれ84% 以上で、かつ無双手出ちゃうね。お、あ、ここで押させてくれんのね。押させてくれんの、いけ、ありそう。おお、うわ、ね、やれ、やりました、栗山様、これだ、俺のラストチャンスだ。よし、これでレインボー出すで全色コンプリート。確かにそうだよ、それだ。おお、クリさんはもう気軽なく、リスクなく、リスクなく打てるんですよ。はい、だからもう別にスイカも狙わなくていいし。バカじゃない今日に至ってはスイカなどいらぬ。マジで嬉しい。剣王がこぼしても投手は負けぬのだっつって俺たち言いますから。嬉しいっすね、スイカは取ってね。スイカは取ります。それは取りますよ。まあまあ。